イタリア高速新線網フレッチャロッサは、イタリアの鉄道会社トレニタリアが運行する高速列車の名称。イター500を用い最高速度時速 300km で走行する列車として2008年12月に初めて設定された。2012年6月には、それまで高速鉄道サービスとして展開していたユーロスターイタリアを廃止し、 フレッチャロッサとフレッチャルジェントの二つのカテゴリーに完全に振り分けた。2015年6月14日からは新型車両イタは400を使用したフレッチャロッサ線が運行を開始した。フレッチャロッサは赤い屋、フレッチャルジェントは銀の屋という意味の造語である。2014年冬ダイヤではローマテルミニ駅とミラノ中央駅を ノンストップで結ぶ、幹線系統に1時間に1本の列車が運行され、その一部は、トリノとナポリまで延長運転されている列車もある。また、途中停車ありで、ミラノ中央駅とナポリ中央駅を結ぶ、幹線系統も1時間に1本運行され、この列車は途中ボローニャ、フィレンツェ、ローマティブルティーナ駅に停車する。2014年冬ダイヤにおける、各駅間の所要時間の例として、 途中停車しないタイプである9614列車のローマテルミニ駅とミラの中央駅間の所要時間は2時間55分である。イター500フレッチャロッサの運行開始時から使用されている車両で最高速度は時速 300km11 両編成で運行されている座席は4つのクラスが導入されており上位よりエクゼクティブ、ビジネス、プレミアム スタンダードである。エクゼクティブクラスの乗客には飲み物や食事、新聞、雑誌が無料で提供され、ビジネス、プレミアムの各クラスの乗客にはウェルカムドリンクと新聞が無料で提供される。また、食堂車が連結されている。イター4002015年から運行を開始した車両でフレッチャロスサ線、イター線とも呼ばれる。営業最高速度は イター500と同じく時速 300km だが、将来は時速 360km での運行も視野に入れている。8両固定編成となっているが、2編成をつなげ16両編成で運行する場合もある。座席はイター500と同じ4クラス制である。2019年現在は以下の区間で運行している。ありがとうございます。